ロストジャッジメント、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、御子柴のことについて聞かなきゃならんのだけど、ねえ。ん？何をボソボソ言ってんだお前は。ここ何？あ、食堂か。一回来てるな、ここな。なんか食べさせてよ。どう行けばいいんだ、こうか。あー、ごめん。いらっしゃいませ。うん、何食べよう。どうしよう。いいよね、これ。あ、唐揚げ定食いいな。え？前回？ありがとうございました。ごめんね。学食で冷やかしって最悪だよね。ごめんね。とりあえずなんかいろいろ。お？ねえ。デートなんだけど。ちょっと顔出してみるか。なんかあるかな。八神さん、え、どうかしたんですか。いや、別に。本当に倉庫だな。行くか。なんかあるかなって思ってきたんだけどな。てか、パパ活の件はもういいのか。解決でいいのか。よくないよな。違う、ここじゃない。どっからでも出れていいと思うんだけど。9時にプラージュだっけ。もしもし。あ、俺今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの。飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。夕方から。なんだよ、すねちゃって。つくもたちも一緒。杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム。バズーリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする、お前はこっちと合流すっか。まだ仕事だよ。この後沢先生と待ち合わせてんだ。怒るぞ。たぼうよ。それはいくらなんでもずるくねえか。あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい。酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか引き込むんじゃねえだろうな。おい、タボ。まだ待ち合わせまでに結構時間あるな。しばらくつくもんとこに待たせてもらうか。お、行くかい。なんかのシステムなんだろうな。なんか役に立つもんなんだろうけどな、多分な。な、おじさん、ごめんね。なんかやっぱあれだな、コナンの BGM を流したくなるよな。流せないのが YouTube なんですけど。よし、やろうぜ。はい。はい、OK。よいしょ、いた。ほら。ねえ。危ない。はい。OK。しばらく寝とけっての。よし。敵が多いこと。えい。いた、はいやー。はいやー。おい、おい、おい。おい、おい、おら。よし。たく、いい加減にしろよ。ほんとだよな。降りないんだもん。こっち？いや、まあ、一回橋あるから、そっから行くか。のいてね、ごめんね。通るからね。よし。うわっ。これさ。これ、信号がさ、変わるよね、多分ね、そろそろね。これどうなんの？大丈夫？このままで。でもちゃんとあれなんだね、時間で
変わるようにしてんだね。これどうなんの？さすがにダメかい。ダメか。危ない危ない。デリリリリって感じだよね。いいな、やっぱ楽しいな。これさ、車にさ、飛び乗ったりとかできねえのかな？いて、こう正面からさ、行ってさ、ジャンプで、ああ、ダメか。ダメか。すげえよな。ビビって鳴らすだけで済まそうとしてんだもんな。まあ、100こっちが悪いんだけどさ。ほい。おお、楽しそうだけど。あ、生徒じゃん。やろうぜ。俺、なんもしてなかったけどな、こいつ別に。せーの。オッケー。しばらく寝とけっての。よし。透き通った樹脂持ち歩いてるって何なの？怖いんだけど。おや、八神氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫。杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです？ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど。痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。その可能性って感じかな。興味深いですね。ああ。で、その発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも。その生徒の自殺の件ってネットに出てないか？それならすでに調べたことがあります。あ、そうなの？理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。めちゃくちゃ仕事できるな。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。ショックだろうな。親はどこで死んでもショックだろうけど、亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、あ、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく、自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。間違いないな。沢先生のデスクにあった写真と同じだ。その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。クレーマーって。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。話題にもならんだろうからな。まあ、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？ん？あれれれ？何の音だ？僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。何のシステムなの？システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。はあ？なんだ？犯罪係数みたいなことやってんの？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。はあ？すごい。それでも十分すごいと思うが。使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。でもそれができるのがすごいんだよ。矢上氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。あったね。ああ、そんなのあったな。今使ってないんだな。じゃあ Twitter とかいう SNS をハッキングしてたっけ？ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。
トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。すげえよ。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな。そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ。探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。これから評判を高め依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー。バズリサーチャー。 SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。なるほど。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。どんだけ仕事が来やすくなると。そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。まあそう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあつくも、これ面白そうだから俺も使っていいか。もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速矢上氏のスマホでも使えるよう僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ頼むよ。でもつくも、これ椅子にあぐらかくのはあんまり良くないよ。どうぞ。どれどれ。ん？なんかごちゃごちゃしててよくわからないな。どこに行けばいいんだ。ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序、エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む。ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ。その AI っていうのがやってくれんの。いえ、さすがにそこまでは。 AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、クモ男でも多いのです。ほらこのように、いろいろワードがあるな。多すぎ。問題はここからです。ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。まあ、では早速、探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか。わかった。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ。ちょっと事件の匂いがする。そうよね。おー、なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。雲男、うん、絞り込めたようですな。気が臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのには血と苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、よく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。トラブルをなんか楽しみにするみたいでやだな。よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。行ってみよう。矢上氏、少々お待ちよ。何？トラブル探しに役立つガジェットがありますので、お使いください。何それ？何それ？集音機か。高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。へえ、集音機。こ
このガジェットを使い町の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー、ね、有効活用させてもらうよ。他にも探偵ガジェットはあるのですが便利になるよう改造中ですので、そちらについてはキック力増強手術。そうか、楽しみにしてる。よし、じゃあさっきのあれ行ってみるか。雲男っていうか DLC のなんかセットみたいなやつをあれしたんだけど、粘動力粘動力またあれか、なんかいっぱいあるけど、探偵犬ってなんだ、ガールフレンドが入ってんのかよ、この中に。え、なんか家いっぱいあるけど、いいのかな、なんかすげえいっぱいもらったけど。アイテム、コン、テン、ん?光の剣。光の剣。見えざるぜ。レーザーが撃てるようになる。あ、作れないんだ。作れるレシピを手に入れただけなんだ。なんだなんだ。探偵犬。探偵犬っていうのをまだ、あれだもんな。手に入れてないからな。スケートボード、ホバーってな、あ、そうだ、もらったリストバンドつけとかないと。せっかくもらってるからな。極み、あ、これ司教ってやつ。あー、なるほどな。前は無制限で使いまくったけど今回は違うんだな。前それしか使ってなかったもんな俺。それが悪いよな。ごめんねー。よし。うわ、すげえすげえすげえ、浮いてる。すげえ。これ蹴らないといけないのかな。すげえ。すごいな。よっしゃ。見て、これ。これ見て。やめとけ。よいしょ。はい。はい。はい。たく、いい加減にしろよ。いや、これ超楽しい。すげえ。なんだこれ。どんな状況だよ。まあ、とりあえず、これ次回。雲男の方行ってみようか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。